伊藤英樹は日本の検事総長、東京貢献検事長、法務事務次官、ミスター検察と呼ばれた。名前の英の正しい表記は旧字体の栄、没後、十三味を送られた。愛知県出身。検察畑を渡り歩き続け、1985年に検事総長に就任。就任時のインタビューで特捜検察の使命は巨悪退治です。 私たちが巨悪と戦う武器は法律です。検察官は演算の金さんのような素朴な正義感を持ち続けなければなりませんと語る。検事たちに巨悪を眠らせるな、被害者と共に泣け、国民に嘘をつくなと訓示。検事総長在職当時、雑誌、字の法令に載ったエッセイで、北海道で制限速度を超える速度でレンタカーを運転したことを明かし、 物議を醸した。著書で検察の限界ということで法律による活動の限界と力の限界があるを挙げている。日本共産党幹部宅等長事件に関連してよその国の話、おとぎ話としながらも仮に警察や自衛隊というような大きな実力部隊を持つ組織が組織的な犯罪を犯したような場合に検察はこれと対決して 犯罪処罰の目的を果たすことができるかどうかは怪しいとしなければならない。警察のトップに解いてみよう。目的の遺憾を問わず、警察活動に違法な手段を取ることは、すべきではないと思わないか。どうしてもそういう手段を取る必要があるのなら、それを可能にする法律を作ったらよかろうとしている。盲腸眼との闘病を書き綴った、人は死ねばゴミになるが死後出版された。 渡辺文幸、検事総長中央公論審査、初版、P116。ISBN 9兆7841億2150万3312。花岡信明小沢氏秘書逮捕。検察は、民主党政権を嫌ったセーフティージャパン、花岡信明氏、日経 BP 社、検察は、円山の金さん垂れ。ありがとうございます。